はい、新陰流の伝承の続きです。用意浸透流やわら、はい、最後の行ですね。これは音の嵐、天地の感を緩めず、前後左右の心、はい、バイオリズムばっかりご説明してますんでね、前後左右の心だけ一言申します。前後、前後ですか、前後、前後、この振動数、左右の心、それからの心ですから、この前の振動と後ろの振動と肩幅の振動、またはここの振動、これを確実に離れた距離から自分の脳裏に立体映像としてスクリーンに投射できる能力、これがないと今まで言うたのは軌道の空論でかかる技は一つとしてございませんということなんですよ。はい、というのはね、私の理解する料理浸透流やわら、柳生十兵衛が福の白右衛門から多分こういうことを教わったんではないかという推測でした。もっと言うのできますね。右この一巻、三国無双の秘術となす。一世にも未だこれを広めるといえども、残らずご修身により、その志に通じ、伝授せしめ候こと。あえて一言半句も多言あるべからざるものなり、よって普段のごとし、元の8年3月期日。せやからね、皆さん、僕みたいに喋るみたい、おしゃべりで何でもかんでも言うたらダメなんですよ。以上でした。